男子の砲丸投げ、1投目に四国大学、雪永君が15m92、大会記録を更新しています。おめでとうございます。男子三段跳びのビクトリーセレモニーを行います。プレゼンターは先ほどと同じく佐竹正明中四国学生競技連合評議員です。男子三段跳び第3位真鍋博君香川大学、記録 14m12。 第2位平岡優斗君松山大学、記録 14m76。そして今大会のチャンピオンは渡辺文也君松山大学、記録 14m77。 おめでとうございます。優勝されました皆さんの今後ますますの活躍を期待いたします。以上をもちまして男子三段跳びのビクトリーセレモニーを終了いたします。フィールドの B ゾーンにおきましては、この後女子の走り高跳び決勝が競技開始予定です。先ほどの男子の決勝がありました関係でやや遅れておりますが、あらかじめ視聴者を紹介しておきます。プログラムと大型映像装置を合わせてご覧ください。上から順に森田さん鳴門教育大学、橋本さん鳴門教育大学、橋田さん高知大学、新玉さん高知大学、岡本さん愛媛大学、松原さん香川大学、岡崎さん鳴門教育大学、堀部さん松山大学、今井さん愛媛大学、大和田さん徳島大学、仙台さん愛媛大学、以上の11名。中四国学生記録は 1m81、 大会記録が 1m71 となっています。女子の走り高跳び決勝競技始まりましたら、どうぞ温かいご声援をよろしくお願いいたします。